メジャーリーグ機構は19日、日本時間、今季のアメリカン、リーグ MVP、最優秀選手、にエンゼルス、大谷翔平選手27、が満票で選出されたと発表しました。日本人選手の MVP 受賞は、2001年のイチローさん、当時マリナーズ、以来2人目の快挙。満票での受賞はア・リーグでは14年のマイク・トラウト選手、エンゼルス、以来となります。MVP はレギュラーシーズンの成績を対象に、全米野球記者協会の会員、30人の投票で決まるもので、大谷は今シーズン打者として46本塁打、100打点、26盗塁、三塁打は両リーグ最多タイの8本のマーク、投手としても9勝を挙げていました。この不受賞ラッシュの大谷は、ここまで、選手間投票で選ぶ、都市間最優秀選手、と、アメリカン、リーグ最優秀野手、をダブル受賞。さらに、専門誌、ベースボール、アメリカ、の、都市間最優秀選手、専門誌、ベースボール、ダイジェスト、の、ノテ部門最優秀選手、7年ぶりの選出となった、コミッショナー特別表彰、老舗スポーツメディアサイト、スポーティングニュース、の、都市間最優秀選手、シルバースラッガー賞、を受賞していて、これで、8冠、となります。15日に日本記者クラブで行われた会見では、受賞について、今年やってきた数字っていうのをそういう風に評価してもらえるのはすごい嬉しいこと、と話していました。大谷はさらに、メジャー版ベスト9に当たる、を、ル MLB チーム、日本時間24日発表。でも、先発投手と指名打者の2部門で最終候補に選出されていて、史上初となる複数部門での受賞が期待されています。アメリカン、リーグ MVP の最終候補には大谷の他に、48本で史上最年少本塁打王のゲレーロジュニア、選手、22ブルージェイズ、と二塁手としてメジャー歴代最多、45本塁打のセミエン選手、31ブルージェイズ、が選出されていました。